ジョンソンはアメリカ合衆国の俳優、監督である。ペンシルベニア州フィラデルフィアでアフリカ系アメリカ人の父親と白人の母親の元に生まれる。一家は後にカナダに移住した。ケベック州モントリオールでコンコルディア大学に通った。兄弟が3人おり、ジャズ歌手のモリー・ジョンソン、女優、歌手のタボラ・ジョンソンらがそうである。 フットボールでの運動奨学金を得て、東ミシガン大学に通うが、学校のカフェテリアからターキー・フランクフルトを盗んで、逮捕された後に退学処分となった。オタワ大学などに通った後、オンタリオ美術大学で映画を専攻して、学歴を終えた。1980年代より映画への出演を始める。1993年から1999年までは、テレビシリーズ。 ホミサイドー、殺人捜査課で、レギュラーキャラクターであるメルドリック・ルイスケージ役を、務めた。映画、ザ・センチネル、陰謀の正常期、スワットなどを監督している。テレビシリーズでは、ホミサイドー、殺人捜査課、サードウォッチ、ザ・シールドルール無用の警察バッジなどのエピソードを、監督した。映画テレビシリーズ映画、テレビシリーズ、ありがとうございます。